調教診断のコーナーです。大阪サンケイスポーツ鈴木です。大阪サンケイスポーツの尾崎です。今週はマーメイドエースの方を、見ていきたいと思います。まあ、人気どころではですね、まあ、あの名村庵がまあまあよく見えたかなというふうに思います。まあ、販路の方でね、まあ、あの単走強めぐらいで、まあ、時計の方はね、あの序盤まあちょっとセーブした感じで、まあ、54秒2ということでね、まあ、あのやれば本当に50秒台でもね出るような馬なんですけども、まあ、時計自体はね目立たなかったんですけども、ラストはね12秒6と、まあ、あのしっかり動けていたなという感じは受けました。まあ、あのフットワークなんかもね、まあ、足をしっかり上げて、まあ、最後はね、しっかり動けていましたし、まあ、あの担当の方に聞いてもね、前走ぐらいの状態は、キープできているという話なので、まあ、状態に関してはね問題ないかなというふうに思います。あともう一頭挙げるなら、まあ、ハッピーネスダンサーですかね。まあ、こちらはハンドの方で、53秒0、ラストが12秒4と、まあ、こちらもね、まあ、少し、セーブというか余裕を持たせた感じですけども、まあ、推進力の、ね、ある、まあ、キビキビとした感じの動きはしていました。まあ、あの1周前の方はね、まあ、同じくハンドで52秒6、12秒4と、まあ、しっかり動けていますし、まあ、こちらの方もね体勢としては整っているかなというふうに思います。まさきさんは？そうですね、これ以外にね、あの前走がパールステークスというね、まあ、京都のレースの、まあ、折り返しの馬がね結構いるんですけれども、まあ、勝ったのはリラバティ、ここにも出てるんですけれども、まあ、2着が、レッドということで、レッドルイベですね。まあ、この馬はね今回のメンバー見渡しましたら結構ね行く馬が多くて、結構差し馬の台頭のチャンスがあるんじゃないかなという感じがします。そういった意味ではね、まあ、今朝もあの秋山騎手を背にね、ハンドで53秒3、12秒3、まあ、そんな目いっぱいじゃなくて、まあ、これぐらいの時計が出てて、いい状態をキープしているなという感じがしましたね。あの2走前の阪神ではね、やっぱりあの最速メンバー最速の足も使って2着に来てますし、まあ、その時騎乗してたのが秋山騎手ですから、まあ、今回ねまた秋山騎手に戻ったということで、うん、あの状態はいいと思います。それからあと、まあ、注意したいなと思うのは、茜色という馬がね、これファールステークスで5着だったんですけれども、まあ、そのレースね直線で前に入られる不利がありまして、うん、鞍上がかなり手綱をね引っ張ったシーンがあって勝差でしたから、決してリラバティやね、レッドリビアと力差があるとは思えないんですよね。うん、そういった意味で器用さもありますし、うん、ハンドでね今日はねもうすごい懲罰の動きしましたね。51秒6、ラスト1アロン12秒2を馬なりで、まあ、朝一番とはいえねちょっとね体重の重たい女子も乗ってましたし、まあ、ジョッキーが乗ってるのとは訳が違いますから、そういった意味ではこの時は結構特筆できるもんで、状態はすごくいいと思いますね。これはまあ清水久調教師もまあおっしゃってましたので、うん、ちょっと一発があるなら51キロのハンデだし、こういう馬じゃないかなと。あとまあコース追いではね、まあウィンなんかもすごく良かったんですけどね、3と合わせて、まあ、再先着したんですけど、まあ、飯田調教師は、まあ、3連勝した頃の、まあ、時期がね、去年もまあこの時期から3連勝したと、もう本当にね夏に向けてね状態が上がってくる馬だからね、やっぱり今度は楽しみだよというふうにおっしゃってましたので、ちょっと注意しておいた方がいいと思います。以上です。